はい、どうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。第2の同時コインとして仮想通貨業界を騒がせたコウがついに正体を明かしました。その影響を受けて冷え切った市場をもろともせず、分厚い壁をぶち抜いて価格が爆上がりしています。ホルダー数も1万4000人を突破したので、もしかするのかもしれません。100倍への未来はそう遠くないのかもしれません。そして公式サイトが公に出てから、コウの様々な情報が SNS 上で飛び交っています。そこで今回の動画では、コウにまつわる最新情報を全て分かりやすく簡潔にお話しします。コウを保有している、買い時が知りたい、公式サイトの中身が気になる、そう思っているあなたは動画を最後までご覧ください。このチャンネルでは鮮度抜群の仮想通貨に関する最新情報、そして利益に直結するような情報を発信しています。例を挙げると、直近300倍の価格上昇を達成したフェイム MMA をはじめ、エイプコイン NXD、 あとはステップアップなど大きな価格上昇を達成したような銘柄を紹介してきました。情報の鮮度が非常に重要な仮想通貨市場は、一つの情報を見逃しただけで大きな機会損失へとつながってしまうなんてことがザラにあります。なので、仮想通貨で利益を上げて自由な生活を手に入れたいと思っているあなたは、このチャンネルのチャンネル登録を必ず忘れずにお願いいたします。また、僕の公式 LINE では、 YouTube では公開しないような実践的な情報、またあまり公には出したくないインサイダー級の仮想通貨情報も限定で発信しています。このチャンネルで共有していったフェイム MMA をはじめとして、エイプコイン NXT などを通して、実際に僕の公式 LINE で購入方法や買い時などサポートしていった結果、一撃で200万円以上の利益を獲得できたといったユーザーの方もいらっしゃいます。すこぶる貴重な情報を手に入れて爆益を狙いたいというあなたは、この動画の概要欄から僕の公式 LINE の追加必ず忘れずにお願いいたします。それでは本編の方入ります。ではまず、こちらが今回お話ししていく動画の内容となります。まずはじめに、コウが注目され始めた理由は何なのかというところについてですね、このコウという銘柄についての振り返りも兼ねてお話ししていきます。そして次に、今回の本題となるコウの最新情報について、今回登場してきたこのコウの公式サイトなどに関する情報をお話ししていきます。そして最後に、コウの今後の相場予想について共有していきます。ではまずですね、今回紹介していく仮想通貨コウが注目されている理由についてお話ししていきます。まずですね、このコウという銘柄は草コインに分類される銘柄となるんですが、このコウがですね、初上場した日にイーロン・マスク氏がですね、このコウとの関連性を匂わせるツイートを投稿して、非常に大きな話題となりました。そしてこのコウはですね、公式サイトや SNS といったものをはじめとしたですね、公に出るような媒体が一つもなく、そういったものが発表されていないにもかかわらず、9つの大手の取引所に一気に上場するというですね、非常に謎の多い現象が起きました。そしてさらに、過去非常に大きな価格上昇を見せた草コインである柴犬のですね、創設者の方がこのコーンにイーサリアムを送金しているというものがですね、イーサスキャンを通して発覚しました。これによってイーロン・マスク氏や柴犬の創設者といったですね、仮想通貨業界で非常に影響力のある人物たちが関係しているんじゃないかといった噂が飛び交い、非常にですね、話題性も大きく人気の高いコインとなりました。そしてそんなコウなんですが、なんとですね、コインマーケットキャップ内のサイトへのリンクにですね、公式サイトの欄が追加されました。そしてこれをクリックするとですね、このコウの公式サイトと言われているページに飛ぶことができます。で、サイトの中身はですね、白の背景にひたすら黒い文字で説明が書かれているといったようなページとなるんですが、ちょっとですね、分かりづらいので次のページで解説していきます。そしてそんな新たに追加されたコウの公式サイトにはどんな内容が書かれているのかというところについて解説していきます。で、こちら簡潔にまとめるとですね、このコウは仮想通貨版のツイッターの実現を目指している。そしてその中ではですね、メタマスクなどのウォレットと接続して投稿などを行っていくといったですね、旨が書かれていました。なので、ここでですね、明確にコウという銘柄のプロジェクトの内容が明かされたということになります。で、この仮想通貨版ツイッターと聞いて頭によぎった方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、冒頭でもお話しした通り、イーロン・マスクさんは直近でツイッターの買収などを行ったことによって非常に大きな注目を集めた方でもあります。で、そんなツイッターという話題でですね、このコウとイーロン・マスクさんで共通点がここでできたということが言えます。なので、噂の息を出なかったこのイーロン・マスクさんとこのコウとの関係なんですが、
もしかしたらですね、現実的にあり得る話なのかもしれません。そんな謎の多い高期待値銘柄コウの今後の相場予測についても最後に共有していきます。こちらがですね、直近のコウのチャートとなっているんですが、今現状ですね、価格自体がすぼまっているような状況にありまして、正直ですね、この黄色いラインが上下に引かれていると思うんですが、この黄色いラインを上に抜ける場合もあり得るし、ここに弾かれて下に落ちていくという場合もあり得るといった状況にあります。もしですね、ここに反発されてこの赤い矢印のように価格落ちていった場合はですね、まだ現状と同じような価格をどんどん狭めながらレンジ相場のように価格がジグザグと形成されていくチャートが続いていくかなといったところなんですが、逆にですね、ここ上に上抜けていった場合はここから価格上げていく可能性が高いです。なのでもしここ価格をですね上抜けていった場合は、一度ですね価格落ちてきたタイミング、このあたりで一度購入しておくのは個人的にはありなんじゃないかと考えています。なのでもしですね、これからこう購入してみたいと思っている場合は、このチャートの分析ぜひ参考にしてみてください。そしてまたこの送り人生産機チャンネルでは、このコウトークンをですね丸々億枚エアドロップで無料配布していきます。なのでこのコウトークンのですね大規模エアドロップ参加していきたいというあなたは、概要欄のリンクからぜひこちらのリンクから参加をしていってください。このコウはですね、現状こういったチャートのテクニカル分析よりかはファンダメンタルなどで大きく価格を伸ばしていくような傾向にある仮想通貨です。なので今後の最新情報やですね、面白いファンダ情報につられて価格大きく伸ばしていく可能性も十分にあります。なのでぜひ今回ですね、こういうエアドロップ企画などで無料でもらえるタイミングでですね獲得していただいて、ぜひ利益に変えていっていただければと思います。それでは今回は世界一の投資家イーロン・マスクさんなどとも関係が噂されている謎多きコイン コウの公式サイトなどにまつわる最新情報についてお伝えしていきました。このチャンネルではコウをはじめとした期待値の高い仮想通貨の最新情報や仮想通貨の有益な情報を日々発信しています。大きな利益を上げていくためには鮮度が命とも言われている仮想通貨で特大の先行者利益を獲得していきたいと思っているあなたはですね、このチャンネルのチャンネル登録を必ず忘れずにお願いいたします。また YouTube で動画にしないような限定情報や仮想通貨の利益に直結するような情報を僕の公式 LINE そして公式 Telegram の方で最速で発信していきます。仮想通貨の利益に直結するような情報を最速でゲットして他のユーザーと大きく差をつけていきたいと思っているあなたは、チャンネル登録と合わせてこの動画の概要欄から僕の公式 LINE そして公式 Telegram の追加も必ずお願いいたします。そして最後になりますが、もしこの動画役に立ったと思っていただけたらですね、この動画の高評価とそしてぜひコメントの方もよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はこちらで以上になります。最後までご覧いただきありがとうございました。